このアステカの首都名を発音できますか？なんて呼ぶんですかね。挑戦してみましょうか。テノチティトランで大丈夫そうですかね。一方こちらの前の都市も発音が難しいです。ヤシュチラン、同じ言語っぽくないです？いや実はそうでもないんです。アステカとマヤは最も有名なメソアメリカの民族。メソアメリカとは現在の中米を指します。しかし彼らは同じ言語を話していませんでしたし、同じ文明でもありませんでした。この2つの民族は異なる時代に生きていました。アステカ族がこの地域を支配していたのは14世紀から16世紀にかけて。ヨーロッパではこれは中世の終わりに近い時期でした。マヤ族が存在していたのはアステカ族よりも前の時代。歴史家たちはマヤ族が都市国家を築き始めたのは3世紀頃だと考えています。そして最盛期が10世紀頃まで続きました。しかしこれはマヤ族とアステカ族が互いに接触しなかったというわけではありません。その時期マヤ族は衰退していたので、アステカ族は本来のマヤ族というより彼らの子孫とより多く交易を行いました。マヤ文明とアステカ文明は同じ場所に発生してもいません。アステカ人は現在のメキシコの北部に都市を築いています。一方マヤ人はその南に位置するユカタン半島に住んでいました。こちらも現在のメキシコにあたります。しかしマヤ人は現在のグアテマラやベリーズの一部にも居住し、多くの言語を話していました。マヤ人が話していたのは単一の言語ではなく、全体でマヤ語族と呼ばれるもので、その中のいくつかの言語は今日まで生き残っています。推計では中央アメリカ全体で600万人のマヤ系先住民族が存在しています。グアテマラでは21種のマヤ語が認定されており、さらに北のメキシコでは認定されている言語の数は29あります。アステカ人の状況ははるかにシンプルで、単一の言語を持っていました。現在でも主にメキシコ中部に約150万人のネイティブスピーカーが存在します。この人口はこの地域の先住民のどの語族よりも多いことになります。さてアステカ語を話すことができればマヤ語を理解できるのでしょうか？それは不可能です。この2つの言語は完全に無関係です。実際初期体系も全く異なります。マヤ人の方が進んでおり、ヒエログリフを使用していました。そう、古代エジプト人と同じですね。単語で構成される文字の代わりに、古代文明は小さな絵を使って物体や概念を象徴していました。例えばマヤ人がジャガーという言葉を書きたいとしたら、その動物の小さな絵を描きました。マヤ人の文字体系にはこのような文字が合計800以上もありました。現代の単語の書き方と比べるとはるかに複雑です。一方アステカ人はマヤ人よりも一歩遅れており、絵文字や表意文字を使用していました。簡単に言うと、これらは物、動物、または概念を示す精巧な絵です。マヤの象形文字のような誰にでも描けるシンプルな記号ではなく、こちらはまさに美術の傑作。このような絵を描けるのは高度な技術を持つ画家だけでした。文字を描くのとは違い、厳密にはアステカ人には文字体系がありませんでした。というわけで、言語に関してはマヤ文明が進んでいたと言えるでしょう。ヨーロッパ人が到達する前、アメリカ大陸で唯一完全に発達した言語を持っていたのはマヤ人ですからね。しかし文化や経済に関してはマヤにもアステカにも大きな違いはありませんでした。どちらの社会も農業や運搬のために家畜を使用していません。また両方の社会にとっての主な作物は、お察しの通り、彼らが明治と呼ぶトウモロコシ。クリストファー・コロンブスがトウモロコシを旧大陸に初めて持ち帰ったのは1493年のこと。マヤ人はひまわり、バニラ、コットンも栽培していました。アステカ人はチリ、豆、カボチャを生産していました。野菜以外ではアステカ人は魚やエビを捕まえるのを好んでいたようです。マヤ人は今日鳥を飼育するように七面鳥を飼っていました。アステカ社会は貴族と平民で構成され、皇帝がそれを全て統治していました。マヤ人は主に王とその王族によって支配された独立した都市王国に住んでいました。どちらの文明にも車輪がついた乗り物はありませんでした。アステカの商人たちは中米全土、背中に商品を背負って徒歩移動していました。最も快適な移動手段とは言えませんね。アステカの時代の道は今日ある道と同じだと考えてはいけません。彼らの道は歩行者しか利用しなかったため、もっと狭かったのです。マヤ人も同様の道路網を使用していましたが、カヌーを利用することもありました。ただし海岸からはあまり離れなかったようです。彼らの船は大きな木の幹をくり抜いて作られています。平均的なマヤのカヌーは長さ15メートルほどで、これはちょうど現代のヨットの長さにあたります。
マヤ人が取引した商品は塩から真珠にまで及び、肉は金、銅、トルコイシと並ぶ高級品とみなされていました。さて、マヤの商人の通貨は何だったと思いますか？それは現代のような金属や紙ではなく、カカオ豆だったんです。カカオ豆には一定の市場価格があり、理想的な支払い手段でした。現代社会においても状況はさほど変わりません。世界の約3分の2の国々は通貨を米ドルと連動させています。メソアメリカの人々にとってカカオ豆はドル紙幣のようなもの。アステカ人も同じ通貨を使用していましたが、一工夫加えていたようです。彼らは斧の貨幣と呼ばれるものを持っており、一つの斧はカカオ豆8000個分の価値がありました。楽しそうな両替所ですね。鉱物に関して言えば、翡翠はマヤ文明でもアステカ文明でも非常に尊ばれており、翡翠から道具や装飾品が作られています。彼らは翡翠が美しさと長寿をもたらすと信じていたようです。ちなみに翡翠の鉱山は現在のグアテマラに位置していました。動画の冒頭でご紹介した難しい発音の都市を覚えていますか？アステカの首都が設立された経緯を見ていくと、その国の信仰について深く理解できます。伝説によると、アステカの神がワシが蛇を掴んでサボテンの上に座る場所に都市を建設するように指示したそうです。彼らは湖の中の島でこれを目撃、そこで彼らは都市を建設したのです。現在の中央アメリカの地図上でこれを見つけたければ、メキシコシティを探してください。そこが古代アステカの首都があった場所。その名前も古代の国家から取られたもので、メキシカとはアステカの別名でした。彼らは首都を小さな人工島の上に建設。その面積はロンドンのヒースロー空港の敷地よりわずかに大きいものでした。マヤ文明には現代の意味での首都はありませんでした。マヤ文明は40都市に広がっており、これらの集落には5000から5万人の住民が住んでいました。今日このような集落はアメリカで言えば小さな町とサイズで分類されるかもしれません。しかしマヤの都市の総数は確定していません。考古学者たちはユカタン半島のジャングルの奥深くで次々に新しい都市を発見しています。最近研究者たちはメキシコ南東部で新しい遺跡を発掘しました。多数の石柱が見つかり、その都市はマヤ語の言葉にちなんでオコムトゥンと名付けられています。昔この都市はマヤ中央低地の一部でしたが、現在この地域は深いジャングルです。マヤ人は8世紀から9世紀頃にこの地域の居住地を放棄したのですが、歴史家にもこの理由は確証を持てていません。人口が過密だったことが問題だったという説や、交易ルートが崩壊しマヤの都市が繁栄できなかったという説もあります。いずれにせよ、マヤ文明の北部の都市は存続。何世紀も後にヨーロッパ人は北部でマヤ人の子孫に遭遇しています。この時期、現在のメキシコにあたる地域にはアステカ人も存在していました。しかし外国文化との接触はアステカ人にはあまりいい結果をもたらしませんでした。天然痘の流行がアステカ人の運命を決定づけたのです。しかしアステカ人が永遠に世界の舞台から去ったわけではありません。アボカド、チリ、グアカモーレ、チョコレート、コヨーテといった言葉はアステカのナワトル語なのです。これらの言葉はほぼ全ての言語で使用されています。またマヤ語も現代の英語に取り入れられています。言語学者によれば、サメという意味のシャークという単語はマヤ語に由来すると言われます。これは古代メソアメリカ人が魚を指すために使っていた言葉。どちらの古代文明もピラミッドを残しましたが、スタイルは非常に似ています。2つを区別できる唯一の手がかりは、現存しているマヤの遺跡の方がはるかに多いということです。最後にメイズ、つまりトウモロコシについてですが、当時マヤの子孫の間ではトウモロコシの収穫過程をアメイジングと呼んでいたそうです。っていうのは今私が思いついたジョークです。